平野のしと神宮寺勇太の初ステップとべで楽曲配信決定。疑問符滝沢秀明社長が示唆する新たなメンバーの匂わせで一同驚愕。疑問符元ジャニーズ事務所副社長で2023年3月に新会社 2B を立ち上げた滝沢秀明さんが SNS を通じてファンに向けた日常的な発信を行っています。 その中で、元キングプリンスへの平野志陽さんと神宮寺ゆ太さんの楽曲リリース情報が噂されています。滝沢さんは7月31日にチクトクライブを実施し、ニビーの今後について言えることも言えないこともあるけど、間違いなくはじめ歩みふニビーは進んでおります、と語っていました。さらに、芸能ライターによると、 滝沢氏は 2B 所属アーティストたちの海外進出を目論んでいるようで、すべての配信プラットフォームで楽曲配信を行うことを宣言しました。彼はプラットフォーム上のランキングに入れば、世界中で楽曲が聴かれるようになると語り、ファンに楽曲を聴くように呼びかけました。これはファンにとっても嬉しい情報ですね。 しかし、楽曲が配信された際に、どのプラットフォームで聴くかを決めておくよう滝沢さんはコメントしています。さらに、リリースがあるわけではないとも話していますが、近日中に動きがあることを匂わせていました。一体、どのグループアーティストが楽曲リリースをするのでしょうか平野耀さんと神宮寺勇太さんは、2023年5月にジャニーズ事務所の人気アイドルグループ、 キングプリンスコープ脱退しました。平野さんと神宮寺さんはすでに事務所を退所し、ニビーに所属しています。一方、岸優太さんは主演映画のプロモーションのためにまだジャニーズ事務所に残っていますが、2023年9月30日での退所が決まっています。 岸優太さんの吉本興業入りの噂も流れていますが、その情報の正確性については疑念が投げかけられています。吉本入りの噂が流れている背景には、元スマップリーダーの中井正宏さんがジャニーズ事務所を退所し、吉本興業に関わるなどの事情も関係しているようです。ただし、岸さんの場合は中井との接点がなく、情報は立ち消えになっていたとのことです。 一方で、スポーツ指揮者が大物芸能人が吉本入りするという情報をマスコミ関係者に話したことで、噂が広まっていることも確認されています。ただし、吉本は現在男組の復活をサポートしており、そのための情報とも結びついているようです。 男組は昨年7月16日に放送された TBSK の大型音楽番組音楽の日で再結成され、今年8月の結成35周年に向けて全国ツアーをスタートさせています。このグループが吉本興業と関わる背景には、メンバーの前田光洋さんが吉本興業に関わる縁があることが挙げられます。 しかし、吉本工業との関係は、岸さんとは無関係であり、岸さんの吉本入りの噂は一人歩きしている可能性があります。それでも、岸さんが平野さんと神宮寺さんがすでに所属しているニビーに合流する可能性は高いとされています。滝沢秀明さんは、ニビーのメンバーカラーの火山写真の投稿やティザー映像での K の文字の影、2B の URL に騎士さんのイニシャルが含まれていたことなど、多くの匂わせを通じて、平野さんと神宮寺さんが 2B への合流を示唆しています。また、神宮寺さんが配信を行っているテントの外でキャンプが再開したことも報告されています。 岸さんの 2B への合流に関する情報はまだはっきりとしていませんが、平野さんや神宮寺さんとの相性の良さや音楽的な共通点から、新しいグループとしての楽曲リリースの可能性は十分に考えられます。また、他のメンバーが楽曲リリースする可能性もあり、ファンの期待が高まっています。 これからもニビーの動向に注目して新たな音楽と活動を楽しみにしていきましょう。活動を。